こんにちは、阿蘇中学校3年の前田です。今日はホームワイド阿蘇店に来ています。許可をもらったので早速職場体験に来ている仲間たちに取材に行きましょう。職場の雰囲気はどうですか？はい、職場の皆さんもとても優しくて、もう普通に話ができるように結構仲良しになってます。楽しいですか？はい、楽しいです。またやってみたいですか？はい、またやりたいと思います。ありがとうございました。面白い。具体的にどんな仕事をしていますか？商品の前出しや陳列をしています。実際やってみてどうでしたか？コツをつかむまではとても難しかったです。実際やってみてどうですか？やってみて、やっぱ難しいし、時々間違ったりするとこ修正するとこがちょっと、どうしていいかわからないとか、そういう時があります。好きな仕事はありますか？商品が、入荷されたものを、見つけてその場所に並べることが、好きです。2日目ですが楽しいですか？はい。またやってみたいですか？はい。ありがとうございました。どんな仕事をしていますか？花の枯れてるのとかを撮ってます。結構好きですかこれ？はい。ありがとう。担当の野口さんにインタビューしたいと思います。まず中学生の働きぶりはどのような感じですか？それなりにですね、頑張っていただいていると思います。短い間ですけどですね、いろんなことを経験していただきたいと思ってます。はい。今中学生がやっていることは普段店員さんがやっていることと同じことですか？そうですね、基本的なことをしていただいているという形ですね。他の店員はもうちょっと違うこともしていますけど、一番基本となることをしてもらっています。はい、ありがとうございました。今回はホームワイド阿蘇店さんで取材させていただきました。実際中学生が働いているところは初めて見たのですが、他の店員さんと変わらずに働いている姿を見てすごいなと思いました。あと残りの日も頑張ってほしいです。ありがとうございました。